卵、ふわふわエッグヤザーの無敵テレビ。どうもこんにちは、エッグヤザー軍団です。ということで本日はこちら下北沢駅の方にやってまいりました。ではね、今日もこの下北沢のいろんな商店街たくさんあるから、みんなでぶらり下北沢ということでエリア歩いてみましょう。こちらの今日は下北沢の方に行ってみたいと思います。皆さん、ということで今日はさ、俺のおすすめのこの新台北にやってきた。新台北はね、中華料理屋でね、下北沢で一番有名なの。いろんな美味しいものがあるからさ、いろいろ頼んでさ、最近何食べたい？チャーハン、いいね。おチャーハン安いんだ。夕飯380円だったから。いいだろ。はい。おかげにこれからお腹空いたらもうこの夕飯だけ食いに行って。はい。夕飯じゃねえや、夕食だ。やっと欲しいね。すげー。ということで、じゃあよ、いろいろみんな来たなメニューかな、うん、これが俺が言ってたよ、チャーハンだ。かわいいね。ちょっとちっちゃいんだけど、中華料理ってやっぱさ、ちょっとずつ食べるのが通だもんな。なったけけん。はい、そうですね。どうお前いつもめちゃくちゃ絶対嘘やん。必要より量だ。じゃあみんな、手合わせていただきます。お願いします。うまいやん、ちょっとお前そんなのふざけちゃダメだよ。お前おさよりっちゃんみたいな外人のおさよりのピッチャー感じあるよ。いただきます。うん、うまい。おいしい。本当においしいし、うん、はい、もうまずかったらまずいって言いますから。いつもの、いつものじゃあさっき食って。ザーサイ食えない。育ちの悪いが出てもらう。ザーサイなんて育ちいいやつ食わないから。そんな笑う。面白かったです。なんかこのチャーハンもちもちしてない。うん、チャーハンじゃないんだこれ。あ、ちまき、ちまきの中みたいな。めっちゃええやん、うん。書かれてましたね、コメントで。最近、エッグヤザーの無敵テレビじゃなくて、タケキンテレビって。なあ、あと言ってたよ。タケキン、キャンちゃんのこと好きなんじゃないか。そうなん？いや、全然。あ、いや、違うけど。全然言われたよ。バッサリ否定されるよ。え、どうするんですか？何か。1万人いかなかった。10月末までに？はい。まあでもさ、これ別に今年の10月とは言ってねえか。どっかの動画でね、今年って一言でもさ、アンチが出てきた。言ったかな。言ってないと思うんだよな。終わったら困るやん、今日入ったばっかやん。1万人その達成するために僕助っ人として呼ばれてきてやってるわけじゃないですか。ちょっとおかしいと思うんですよ。僕だって本当な YouTube なんか出たくないですし、大体何のためにダンカンの動画出たと思ってるんですか。あんなに叩かれてるんですよ。あんな面白くもない動画出てなのに芸人として叩かれ、僕何なんですか。あれはありがたかった。でもさ、 YouTube 楽しいんだよ。僕嫌だって言ったじゃないですか。そんなカメラみたいに腹切るつって切んないみたいな、そういうのが一番寒いですよ。いつまでに決めとかないと。10月、今年の10月末までに1万人いかなかったらタバコやめる。来年の10月までに1万人いかなかったら芸人も YouTube もやめる。卵、ふわふわ